こは、いやペイレイ2のなんかイベント進んでますね、盛り上がってるというか、なんかいっぱい DLC がいっぱい売れてるんで、なんかカジノが、カジノのとこまで行ってましたよね。カジ、だからカジノがいつ公開になるのかわかんないですけど、カジノマップはもう公開決定なんでしょうね。やった、ゴールデンなんとかカジノですね。で3月に インファミーの何かが来て、新しい上段の2段目かなが来ると、でブッチャーモッドもうダウンロード始まってるし、さらに、ホットラインマイアミの、ジャケット、主人公のスキンパックも出るみたいですし、ミニガンにRPG7 も出るみたいですし、あと関係ないですけど、ホットラインマイアミ2が発売しました。やったー、すげえ楽しみで、日本語化はまだされてないから慌てて買わないようにする。マイアミ1は Windows 8.1 だと日本語ができないのが残念だった。チュッ。でね、そうそう、見てよ、今回のアップデートで、多分一時的なもんだと思うんだけど、オフシュアペイデイ、オフシュアペイデイって言って、こうそのオフシュアのお金を使ってトランプだけ引けるんだよね。どうなってる、ちょっとやってみようぜ。1枚だけインファーマスクオリティ、あー、レアなもんが出るかもしれないよってやつか、これ。フルベッドで行ってみっか。高い、ちょっと待って、バカすごい額だぞこれ。一回やってみっか。ペイフィー3枚出す意味があんのか。あ、いらねえ、何がレアだバカ野郎。1枚いってみよう。フィフィー、ああ、1枚だけマスクってことか。サンタいらねえ。へえ、確実にマスクになるってやつか。ウェポン持ったもあるしな、マスクだよな。じゃあ、あと3回やってみようかな。マスク、ベッド、84%。なんかスキルも、なんだなんだ、何のスキルだ？インファマス。ベッド、トータル。マスクが出る率がこれで 100% になって、来いよ。なんか面白い、可愛いじゃないかな。何これ、あ、 V4 ベンデッタだ。お、インファマスだ。アノニマス出た。へえ。あと2回。あんまりね、ギャンブルは好きじゃないからやらないんだから。やってしまうぞ。ん？あー、これか、持ってるよん。ベイビーリノか。かわいい出てくれよ、かわいい。ラスト。まーたさんたた、何がレアマックスか、バカ野郎、もう二度とやるかバカバカマテリアル、パターン、カラー、パターンとカラーもじゃあ3回ずつやるか。
何が出るのかね。おお、ストライプ悪くないな。あと2回おお、ウイルスだ。パターンラスト。おお、なんかいいじゃん。カラー、カラーにレアもクソもあんだかな。まあいいや、3回回してやるか。なんでこのダラスのマスのアングル。あれ、こんなクリア画面のこんな背景あったっけな。お、いい色だ。レアもクソもねないんだよ。いい色が出てくるよ。それでいいんだよ。お、紫紫だ。ラスト。お、もううんち色だ。で、面白いなこれ。いやー高いわー。へえ、まあ記念だ。あ、ウェポンウォッチじゃねえ。マテリアルもやっとこうぜ最後に。これ一回でいいよ。金がね。おお、節穴がすげえ減っちまったぜ。ステンデンになっちゃう、ステンデンになっちゃうこれ。転生で使うからな、お金。おう、あー持ってる。まあいいか、これで気軽に使えるわ。へえ。まあそんな感じです。あんまり高いのでこれやらない方がいいと。散財しちゃうぞ。転生するときに使うから散財しちゃうぞ。まあそんな感じです。いやー今後のアップデートに期待ですね。ドラゴンセール来ないかな。ジャケットもな、セール来たら欲しいな。ジャケットの声とか聞きたいよな。ゲームじゃ喋らないからな。まあそんな感じです。バイバイ。